皆さんこんにちは、アシスタントのヘブンです。今回は先日リリースしましたメガニケについてお話ししていきたいと思います。私、無課金で始めてみて2日経ったのですが、気づいたらランキングが1位になっていました。人によってサーバーが違って、サーバーのグループによっては大変なグループもあると思います。1位になるまでやってみての感想ですが、1位になったからといっても報酬がしょぼいので、あんまりランキング上位を目指す意味はないです。ゲームを楽しめればいいと思います。2日間やってみての感想ですが、個人的にはそこそこ楽しめています。ただ派遣ゲーになるのかと言われるとちょっと厳しいと思います。このゲームは課金するほど強くなれるのですが、金額が高く、ミセマラもめんどくさいので、ミセマラを妥協して始めてしまうとクリアできない。ガチャを回したいけど金額が高い、キャラが多くて欲しいキャラが当たらない、という地獄のループになります。なので、これから始めようとする方や進めなくて悩んでいる方はミセマラをしっかりした方がいいですね。そして本日お知らせがあったのですが、チート行為などの不正行為を行ったアカウントに対して無期限凍結の処置を行っていました。不正行為が確認されたのはリリースの次の日で、アカウントが9個凍結になりました。かなり治安が悪いですね。またこのゲームはチームになる必要があるのですが、チームのメンバーにランク〇〇以上、戦力〇〇以上を維持しろと言っている方がいました。上位のチームになればランクや戦力や討伐数やポイントなどのノルマが出てきますが、みんな学校や仕事や家庭があると思いますので、必ず疲れてやめてしまう人が出てきます。なのでユーザー数はどんどん減少していくと思われます。私個人的にはストーリーも面白いですし、キャラの個性も面白いですし、オートプレイで楽なのでしばらく続けたいと思います。あと大切なことなので2回言いますが、ミセマラは頑張った方がいいです。おすすめというかほぼ必須キャラなのですが、リタ、ボリューム、フレン、ハラン、ギロチン、この5体のうち2体以上いると難易度がかなり違います。またこれらのキャラは排出率がとても低いので、今後手に入るかわからないので、ぜひミセマラで手に入れてください。それでは本日の動画は以上です。参考になった方はチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。